皆さんこんにちは、ハヤトです。今回は信長の野望大使第15回になります。うわー、これは、あ、でも勝てるよ。あ、いや、人数有利はもらってる、有利もらってるけど、敵の武将の質が高いのか、ひょっとして。ぐぬぬ、なんかいいのないかな。全軍突撃はダメだな。意外と突撃の方がいいのかな。攻撃特化になる。いや、ダメでしょ。我が力お見せしよう。神出鬼没だろうな。待って、こいつ65人って、このままこの位置で待ち受けた方がいいかもな。兵が増えていくみたいだから、これこのまま待機しよう。待ち受けよう。人数がどんどん有利になるから。鉄砲隊もいるしね。今回は動かなければ兵が増えていってるね。なんか リジェネがかかってる。いいよ、このまま待機、兵を増やすのです。回復するのです。陣もあるから有利だしな。めっちゃ回復してる。いいね。敵の移動、来たぞ来たぞ。知れました。逃すものか。慌てるな慌てるな。あ、待て、なんかいる、なんかいるぞ横に。陣が取られちゃう。うちの陣が壊された。陣がそんなバカな。待て待て、こっちの陣も取られるぞ。おい、ちょっと待って、ちょっと作戦がガバガバだ。おい、敵の居所知れました。おい、大丈夫か。めっちゃ吸撃されてる。鉄砲隊いいね。鉄砲攻撃スキル流れのか。よし、攻撃できてるよ。いよいよ、いいね。やっぱり待ち受ける側の方が有利。撃て撃て、いいいいね。よっしゃ、奇襲が刺さった。いいぞ。もう陣ないから、みんなで逃げたやつ追いかけていってもいいかな。これ強気できるでしょ。よし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 。あー、おとり挑発だと。しょうがないな。89人逃げるんだ。でもおとりがいるから逃げれない。戦術強いな。やられた。あー、舞台の士気が、めっちゃ減るめっちゃ減る。逃げ回りやがって、卑怯者どもめ。今だ、よし、強撃入った。オッケー、いいぞ、心してかかれ。いいぞ。この400人はもうやれるよ。舞台ゼロにすればめちゃくちゃ士気が下がるっぽいね。うちの60人ぐらいの舞台がやると一気に下がった。もう相手は人数がいないぞ。そして今は引くぞ。よっしゃー、壊滅させたぞ。よっしゃー、勝った。被害は甚大だったが勝利。勝って勝って勝ち続ける。被害はまあほとんど同じぐらいだね。あ、すごいすごい、大国に勝利、一大決戦に勝利、士気がマックスまでいった。すごいすごいすごい、大軍に勝利とか大国に勝利とかあるんだね。一大決戦。捕獲した武将の処遇。来た。捕まえたぞ、なんか。あ、登用できる。里見義頼。里見んとこの、おっちゃん。あ、強い、すごい強いんだけど。統率70もある。武勇60ある。エース来たな。よし、登用しよう。あとは、長沢光圀。まあ、解放してやるか。やったー。一人増えた。エースになりうる人材が。さて、でどうなった。ツツジヶ崎はもう取られたんだね。あれ、なんか気のせいじゃなかったら、飯縄虎が沼田城に向かってるように見えるんだけど。
なんでなんで推し城行かねえんだよおめえはよ。おかしくないっすか。なんでそんなに長野家が憎いか貴様。ごめんなさいしょ、ごめんな、全力でごめんなさいしょ、ごめんなさい。もう滅んじゃう、滅ぶぞこれ。なんでなんでだよ。だってこれ先制国したの上杉じゃん。なんで上杉行かないの。いやー、沼田上限3万だ。沼田が落ちる、沼田が落ちる。9万人来る。何人いるんだっけ。2万人いるのか。でも2万で3万を倒せれば勝てる。勝てないだろう、無理だろう。敵の方が先につきそうなんだよな。そしてでも沼田もやるってもうないよ、ゲームオーバーだよそんなの。もう向かうしかないからな、とにかく。それかカウンターで違う城を落とす。無理だよ、無理だよな。沼田渡すかな。いや今国峰開けたら内政が国峰に向かうような気がする。八方と沼田交換できないかな。無理だよな。でも五詰めはもう出なさそうなんだよね。ここに13万人いるから、八方の1万を無視できれば。沼田捨てかな。沼田捨てかも。沼田で2万で3万打ち破ってもそのまま国峰多分取られる、宇治政に。だったら沼田取られたらそのまま箕輪に来られて箕輪で負けるかもな。詰んでるな、詰んでるな。これは厳しすぎる。ダメだ、沼田最終決戦かこれ。もうあんまり勝てる気がしないんだけど。沼田が3万、箕輪が3万出るね。行くぜ。3万対21,843。なんかこう借りるだけ借りて送っとこうかな。すごい、城10個も貸してくれた神か。あなたが神か。やるぞ、俺はやるぞ。上杉の全軍を出す。何これ、北条うじてる。ん。あれ何なんだろうこれ。北条うじてるが、北条うじてるいるけど上杉軍に。おかしいな。なんでかな。高坂正信と北条うじてるいるな。変なの。よし、決定。出るぞ。米を全部使う。ここで北条と全面戦争する。頑張れ佐竹、倒せ、頼む頼む。北条家が南部家との決戦に勝利しました。チーン。解散しちゃった。さあ始まるぞ最終。待って、これ迎えないかな。1万なんて、ここに向かって戦うか。どっちで戦いになるんだこれ。もう来てる。ここで戦えば1万7000戦えるけど、いやもう待ち受けて城で戦った方がいいか。四季有利で当たれるもんな。しょうがないな。
北条家の軍勢が目前に迫っています。戦場は狭く勝敗の行方は分かりません。はい、さあいいなおとら。は、米をよこせば講和結んでくれるとか言ってる。米3万8000で許してくれるってどうしようかな。3万8000はでかすぎるな。まあすべきではあるんだよ多分。だけどまあそのまだ先があるんだったらこうはすべきなんだけど、もう先がないんだよね。信長もでかくなりすぎてるし勢力が。だからやっぱりここはもうどうせこれ飲んでもまた何もできないまま1年2年経つ間に北条がまた攻めてくるだろうからな。ちょうど南部と戦があった今戦う方が、つつじヶ崎も取られてるからな。次はもっと戦力が減る。やるしかない。俺はここでいい直虎、戦場に女が出てくるんじゃねえ。美人な顔しやがって。さあ相手は3万、こちら2万1000。我が力ご覧あれ。我が力おとり挑発が強いかなっていう感じがあったな。渾身の一撃。おとりで引っ張ったやつは逃げれなくなるから、逃げられなくなった部隊のを強撃してっていうのが強かった。よし、相手にとって不足なし。来年の大河は長野家だ。さあどうする、どう戦うかな。この辺りにこう狭く陣取って戦おうかな。王陣でこの陣だけは死守しよう。あとはもういい、捨てる。敵の方が人数多いからね。この短時間で793人も増えたというのか。恐ろしい。来た、あ、直虎が突っ込んできてる。やっぱり敵の大将やっちまえば敵の士気はくじけるんだよな。ただここで慌てて寄せると強撃されるからね。この体勢を維持しよう。ただおとり部隊だけ前に出して直虎引っ張って食えたらでかいと思う。敵の居所知れましたな。直虎をおとり部隊の挑発に引っ掛けよう。うまく。さあ直虎どうする、来るのか。来てるね。敵の居所知れましたな。挑発かかんなかったな。最悪のタイミングで出ちゃったな。挑発にかかるギリギリで敵の居所。直虎突っ込んできたね。うまく囲えるか。よし、攻撃入った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 。よし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 、いいぞ。これはチャンスなのでは。これチャン大チャンスじゃねえか。これ来た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 。覚悟せ。これは来た。これ潰せるかもしれない。いいぞいいぞ。もう式半分になった。よっしゃ。これは、あ、逃げようとしてる、逃げようとしてる。いかん、逃げられちゃう。ちょっと待ってちょっと待って。あ、おとり挑発入った。おお、最高のタイミングで入った。最高タイミングで入った、ね、最悪のタイミングって思ってたら最高タイミングだった。来た。これまさかの、まさかの最高タイミングだったわ。嘘だった、最悪のタイミング。あとでも2600人もいるんだよな。攻撃はできてるんだろうけど、できてないね攻撃。改装した。よし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 。今ぞ。いやー、逃げられちゃう逃げられちゃう。改装してるせいで、あー、これは3000人がサイドから来る。下に回り込め。全員が牙だったらよかったのに。あ、でももう指揮ゲージが、これこの部隊壊滅させれば勝ちか、ひょっとして。この5000人、やったー、勝ったー。口ほどにもないの。よし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 、なんとか勝ったぞ。
何人か捕まえれないかなこれ。我が名を響かせん。よーし、大軍を撃破、大国に勝利。いいよ、北条家の士気をめっちゃくじいてる。一大決戦に勝利、連戦連勝なんだけど、時代に名を残すな成森。さあ倒したぞ。捕獲した武将の処遇、うん、6なのいないけど、あ、文官がいる、松田紀秀。よし、投与しよう。あとは首切ってもいいけど、まあ許してやるか。片付けない。さて、でだ、こうなったらじゃあどうするかというと、あ、宇治政迂回してる、辻ヶ崎から八方に入ろうとしてる。八方決戦か。上杉援軍を辻ヶ崎に向かわせよう。八方空いたら本体で八方行こう。唐沢山とかいらないもんな。でもな、南部との戦争が終わってるから今多分攻め込めないんだよね。せっかく呼んだ上杉の援軍はどっかでぶつけたいな。とにかくもう解散させてもいいけど、でもそれだとね、城減っただけだからね。自利品を解決したい。どこ行こうかな。なりもり、やっぱ八方攻めたいな。めっちゃ集まってる。めっちゃ集まってんな。どうしよう。北条家と交渉いたします。兵糧5000で講和だって。拒否だよ。もういいよ、俺は講和しない。俺はやる、ここで。行こう。さあ辻ヶ崎頼むぞ。出陣するぞ。で、成森を行くぜ。国峰に移動させる。先陣を切らせてもらう。もうやるしかねえ。城が4つ以上になるまで戦はやめない。ならなかったらゲームオーバーだ。表情を始めようか。先は見えてる。ホイコヒ上昇、士気上昇がいいかな。士気上昇がいいね。敵中性的士気低下、低中性の敵なんていなそうだけど。罹患の刑、成森様、武田勝頼は上野に兵を進めるつもりのようです。勝頼って誰だっけ。あっこのボンボンだよな、武田さんちの。待機する。兵出るな。敵を囲め。どうせこれ援軍だから負けてもいい。我らの勝ちよ。よし、よっしゃー、取った、取り返した。来たこれ。よし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 、いいぞいいぞ。そうだよ、城郭はもう破られてるから、さっき宇治政に。なんとか絶体絶命の危機を乗り越えた長野家、さらに執事ヶ崎館を取り戻すことに成功しました。まだまだ続く北条との戦は一体どうなるのでしょうか。次回に続きます。ご視聴ありがとうございました。良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。